こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2023年関谷記念予想と我が一口アイバスタッドリーが失踪する小倉の有馬記念。天皇賞こと小倉記念の予想をしていくわよ。ついに競馬ゆっくり夏祭り。本番ね。なお、本日のアソステークスのミステリオーソ君はいいとこなしだったけどね。おう、悲しい目をしている。ええんや。悲しみを背負ってやる趣味が一口馬主なんや。でも、小倉記念は、本命、スタッドリーだけどな。やめろ、お前の逆進力はとんでもないはずじゃ。知っているさ知っている。でも、嬉しいのか？それで嬉しいのか？俺は完全勝利だけを望んでいる世界で、俺だけが競馬ゆっくりの勝利とスタッドリーのダブル驚きを信じている。自分と自分の相場を信じない奴がどこにいるんや。その情熱でなぜお前は逆進予想を毎回繰り広げるんや。うるせえうるせえ、スタッドリーがワイを助けてくれるんや。それに小倉記念、我が相場スタッドリーはぶっちゃけ隠れているだけで実力上位じゃないかしら。おう、それは一口馬主のひいき目じゃ。確かに金層の成績は悪い。しかし、スタッドリーの成績を見てみろ。オックさんこと奥村豊が2000メートル近辺にこだわって使ってきて、好成績を上げている。金2層を抜けば2000メートル近辺だけで4勝、2着4回、3着4回、4着2回。どうだこれがスタッドリーの実力や。論理がバガバじゃねえか。それにさ、金2層は3400メートルと2400メートルで惨敗なんだけど、そこは奥さんの遊び心が悪い方向に出てしまっただけなんや。奥さんは基本的に超有能な調教師だけど、たまに大きな判断ミスをするだけなんや。それはそれで調教師としてまずいんじゃ。なんや、3歳でダートで2勝した一口アイバインディゴブラックくんがレパードステークス失踪後、謎の芝路線で2桁着順3連発のことか。は？ちなみにイーガンに騎乗予定をすっぽかされて、同じレースで別の馬に乗られたこともあるし、その後ダートに戻したら一発回答で2勝クラス突破したけどよ。おう、思ったよりおっこさん強きすぎて重傷かも。ダイヤモンドステークス挑戦もいきなりだったし、いけますよというコメントからのモレイラの超早仕掛け逆噴射騎乗で惨敗。モレイラ騎乗やめてください。そこからは除外続きだった。本当は新潟大賞典出走したかったけど、除外されて、メトロポリタンステークス。ここでも距離が長かったのかいいとこなし、個人的には新潟大賞典は土砂降りで競馬じゃなかったし、何より騎手として競馬ゆっくりの評価が低い藤岡雄介騎乗予定だったから、除外されてよかったけど、なお、メトロポリタンステークスは竹豊騎乗で無難だったけど、次のレースが NHK マイルカップだったし、大盤振る舞いの馬場読みに使われた感があるわね。うるせえなぁ。大盤振る舞いは一口相場のスカイロケットが失走したアーリントンカップの勝ち馬だったしなぁ。お怒りじゃないですか？その後、竹豊は青いステークスで逃げ宣言をしていた一口相場のアンビバレントを神スタートのモズメイメイでゲートでレース終了させちゃうしよう。なんだこれ。おい、アーリントンカップのスカイロケットも出遅れでゲートでレース終わっていたわね。うるせえよ。おい、そう、この不運は小倉記念のスタッドリーが晴らしてくれるはずなんや。競馬ゆっくりの今年のダイヤモンドステークスからの重賞での不運な結果は全てこの小倉記念で解放されるんや。3000回転の大ハマりのパチンコ台の U タイムが始まるんや。スタッドリー自体も七夕賞、函館記念と除外続きだったし、失踪を確信して奥さん判断で函館競馬場に前乗りして、現地で時計まで出して、除外、競馬ゆっくりの相場だから巷では逆進馬とも呼ばれる。某掲示板の住民は自粛しろや。しかし、これ、パチンコで言うと疑似連だからな。3回目のよう。は？それもモレイラ逆噴射先読み、横山和夫スカイロケットで遅れカットインに竹豊の畜生スマイルチャンスアップも引いているんや。もうめちゃくちゃだよ。そして今回の騎手はオリオンステークス。準オープンを勝たせてくれた坂井雄星。もうゼブラ柄の保有ですわ。サミーの代かよ。もうね。スタッドリーの小倉記念はレバブルで画面に引けって出てるからね。はい。
あとはもう引いて虹色見るだけですわ。なんなんだよこの怪文書。ああもう気が狂うほど気持ちええんじゃ、むしろもう保有連状態なんや。競馬に絶対はないんやぞ。CR 小倉記念。楽しみだなぁ。やめろパチンカスの世代がバレるぞ。おじさんさぁ。初めてパチンコやった時に大当たりしたんだけど、エアバイブの台でさ。予備知識なくいきなりやられたから、規制上げて立ち上がっちゃったんだよね。恥ずかしいやつ。だからさぁ。競馬ゆっくり。重症発生破しちゃったらどうなってしまうんだろう。少なくとも魔獣にはならんだろ。負けたら負けたで何かになりそうな自分が。怖い。うるせえよクソジジイ。ビキビキ。まあ。この動画は予想動画だから予想。やっていくけどよ。ひいき目もあるけどスタッドリー。マジでいいんじゃないかしらね。ハンデ戦で56キロ。正直競争実績からすれば見込まれちゃったけど、AJCC ではエヒトと着差それほどないし、エヒトが58キロなら全然逆転可能と踏むわ。それにマリア・エレイナも一番能力が高いのは認めるけど、どうも金層あまり良くないし、松山康平と手が合ってないように思う。特にボッケリーニが勝ったナルオ記念はかなりレベルが低かったし、この調子の悪さでボバカンさん 58.5 キロの 56.5 キロは、実質スタッドリーに白旗あげていますねー。お前、頭のおかしいことしか言ってねえぞ。展開としては開幕週だし、天気もいいし、パンパンな両馬場でやるだろうから前残りにはなると思うのよね。そうなると、スタッドリーの同級者、帝王シリウスが輝くかもね。それが怖いんだよね。ただ、マリア・エレイナもククナも2番手集団に取り付く馬だし、鈴はつけられている状態ね。確かにね。そう？同級者は人気薄を狙えってね。奥さんも競馬ゆっくりを勝たせるために粋なことをやりますねー。本当に重賞の期待感で頭がいかれてんぞ。しかも、小倉って1コーナーで上り坂、2コーナーで下り坂があるからペースが速くなりやすく、前が疲れやすいから、後ろが結構届くからね。頼むから帝王シリウスさんには前と共に速いペースで行ってほしいね。おう。ぶっちゃけ予想としてはどうなの？本命はスタッドリーで、対抗は2頭。開幕週だし、夏は牝馬で54キロに恵まれたククナとマリア・エレイナ。ターン穴は末足がバチコリと決まればワンチャンあるカレン・ルシェルブル。おう。買い目は？スタッドリーの単勝だよー。はぁ、予想の常識が崩れたぞ。まあ、4頭のワイドボックス買ってやいいんじゃない？勝利の喜びを共に味わうならスタッドリー単勝ね。人気上位になりそうなゴールドエクリプスやエヒトは？エヒトは58キロだとキレが鈍ると予想するわ。七夕賞も案外だったし、ゴールドエクリプスは51キロ。ボバカンさんで53キロは魅力的だけど、マーメイドステークス4着も同じ金量。このレースレベル、かなり低かったから、胸張れないわ。おう、とにかく、小倉記念のスタッドリーは赤保有でバチコリ先読みも絡んできてるから、スタッドリー、競馬ゆっくり無能版でぜひ勝利の快感を共に味わってください。おう、関谷記念はどうなの？ぶっちゃけこのレース、超難解だよね。新潟1600メートルのコース形態として、高低差もない平坦コースだし、約660メートルと長い直線、土曜日の競馬を見ていると内外あんまり伸びに関しては関係ないし、極端に後ろから行く馬は頭では買いづらいわね。おう。直線が長いからといって、大外からバチコリと直線一気は決まりにくいわけね。そうなるとある程度前に行けて、それでいてそれなりの上がりを使える馬が頭に来て、それに準ずる馬が2番手、3番手に後ろからものすごい足で届かず、な馬を選定していこうと思うけど、別定戦だし、55キロ。ボバカンさん57キロのロータスランドは貯めたら切れるし、前に行ってもそれなりの上がりを使える自在性のある馬、2021年の関谷記念は54キロ。現在の55キロ換算で勝っているし、G1 でも2着だったりを確保している。この金量であれば力が違うと考え、絶対の本命に据えるわ。おう、2番手評価は55キロで展開の有利さもあったけど、束を寄せつけない逃げ切りを中京記念で披露したセルバーグね。おう、
58キロと今回は見込まれたけど、確かにそうだけど、前が止まらないコース形態だし、サマーマイル目指してここに来ているローテーションだし、本気でポイントを取りに来ていると思うわ。金曜で人気も下がっているし、頭は厳しいかもだけど、2着、3着狙いならありありだと思うわね。ありあり？ 3 番手評価は3着付けでディビーナね。切れる足は折り紙付きだけど、どうも新潟では差し切れずじまいと考えるわ。ただし、それでも大外回してゴール前に強襲するならこの馬ね。ローテーション的にサマーマイルも視野に入っているだろうし、客室から小回りは合わなそうだし、新潟のここを使って、秋の東京開催まで待つんじゃないかしらね。おお。区切りがつくから、結構仕上げてくると予想するわけね。夏は牝馬の格言もあるし、ここは本命のロータスランドとディビーナが生足魅惑のマーメイドな末足を見せてくれるんじゃないかしら？西川？買い目は、ロータスランド単勝に、セルバーグ、ディビーナのワイドボックスでバチコリよ。おお。競馬ゆっくり無能版で勝利の喜びを共に味わいましょう。しかし、小倉記念、少し舞い上がりすぎじゃないかしらね。むむ。自覚はあるけど、スタッドリーならワンチャン。と思ってるし、メンバーも恵まれたしね。それに久しぶりの除外続きでの失走だし。エレクトしちゃうわよ。気持ち悪いよ。にっこり。それに秋競馬始まったらスタッドリーはここ勝たないと重賞出れないだろうしね。福島記念あたりまでさ、まあ他除外続き生活続きそうだけどね。にっこり。秋にはオック印の競馬ゆっくりの相場プリムドール帰ってくるからね。ツインドライブ。ツインオックで楽しみだわよ。本当にここまで長かったよねー。うん10年やって今が春だもんねー。オックさん。私。幸せすぎて怖いわ。昼メロ？以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。